宮崎科学技術館は、宮崎県宮崎市宮崎駅東一丁目にある、私立の科学館。天文学をメインとしており、愛称は、コスモランド。宮崎中央公園敷地内にあり、世界最大級のプラネタリウムを併設し、屋外に、H1 ケット実物大模型が展示されている。19878月2日開館。 子供たちに科学技術と宇宙への関心を持ってもらうことを目的として開設された。宮崎市に指定管理者として委託された公益財団法人宮崎文化振興協会が管理・運営を行っている。3階世界最大級の27メートルのプラネタリウムドームを備え、九州一の大きさを誇る映画投影や星空投影を行う。 1>, 1階から2階地学及び天文学をメインに展示を行う。太陽の都市、宮崎、生きている地球、宇宙への夢、科学の不思議の国、先端技術の世界、エネルギーランドの展示コーナーがあり、1階にはアポロ月着陸船、イーグルやジェミニ宇宙船のレプリカ展示もある。展示室展示室とプラネタリウム大人は高校生以上、なは団体料金。 ありがとうございます。